続いての嘘のような本当の話はまたまたインドネシアから。驚きのものがあると聞き、小出が向かったのはジャワ島ジョグジャカルタ。まずは名物の夜市へ。ここではインドネシア独特の食べ物が売られている。その中には超危険生物を使った料理も含まれているという。今回その危険生物を捕まえるためハンターに同行。もうすぐだ。この辺りにいるはずだぜ。ちょっと待って、急に出てきたり しないですよね。足出てんな。不安を抱えながら進んでいく。するとこれ、どれ、この石の下に危険生物の気配を感じるという。恐る恐る石をどかすと、いない。ちょっと掘ってみろ。平気な顔で無茶振りするハンター。その時そこにいたのはうごめくサソリたち。奥に巣があったのだ。いっぱいいましたね。これはジャワ島に生息するチャグロサソリ。もちろん恐ろしい毒を持っているが、果たして捕獲できるのか。尻尾を掴むんだ。いや無理。尻尾ね。やる。そしていきます。いえー、マジでこいつすごい。おー、すごい。見事サソリの捕獲に成功した。いえ、あ、怖かった怖かった。いや目に入っちゃうよな。怖いもの知らず小出の本領発揮。このサソリをインドネシアでは唐揚げに。食べると滋養競争に良いと言われている。ここから四択だよ。ここインドネシアではサソリ以外にも数々の危険生物が食べられている。では小出が見つけた次の4つのうち、実際には食べられていないイカ様はどれ。1番毒グモタランチュラ、2番夜空を怪しく飛ぶコウモリ、3番象をもたおすコブラ、そして4番巨大なオオトカゲ。なんと3つはインドネシアで実際に食べられているもの。1つだけ混じったイカ様はどれ。